だからいつも却下してるんですけどいつも2人に何がいいと思う文章とか言って、いつもみんなが答えてくれるやつをいつも却下して載せてます。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。そう、あんまみんなあれなんですけど、ハートありがとうございます。そう、みんな甘いの、甘々ちゃん。あ、そうだ、ベストジーニスト賞落選しましたチームプレシャス、ベストジーニスト賞に入ることができず、まあ来年目指したいなと思っています。そう、私もツイッターのおすすめで流れてきたんですよ、ベストジーニスト賞。いないじゃん、いないじゃん。そう、リカはよくアイドルっぽいも何か文字使います。ミキもか、一緒ぐらいですね、二人。ハートありがとうございます。アメちゃんもありがとう。そう、来週からはショールーム減りそうかもね、知らんけどかもね。ハートありがとうございます。しかもベストジーニスト賞は見たんですけど、流れてきたモデルプレスさんのやつ、ツイートが結構たくさんの方が受賞されてて、一人とかじゃなくてアイドル枠で選ばれるはずだったんですけど、ちょっと今年は無理でしたね。ハートありがとうございます。でも合同ライブのリハーサルなさそう、もう一日とかしかなさそう。ハートありがとうございます。もう自主練って感じ、ほぼ。ゆきちゃんもありがとうございます。クラムクラムありがとう。そう、今週は公演がいっぱいなの。あのね、生誕 T シャツのデザインは決まりました。なんですけど、バッグはまだです。バッグ迷いです。流行語大賞とかあったね。でもよくあるんですよ、合わせ1日だけっていうもの。そう、結構普通頻繁にあったりしますね。あとはもう自分の練習みたいな。大体そうか、大体そうですね。バレエの時もそうだったし、なんか外でライブする時とかも大体そうですね。ハートありがとうございます。なので生誕 T シャツたちゲットしてください。まだですけどまだですけどね。カワチン入ってたよ。あ、ま、もう決まったの。流行語ノミネート的な、え、ミオのおかげってこと。カワチンが入ったのってそういうこと。え、そのなんか流行語大賞さ、昔もっと盛り上がってたじゃん、ミオが学生の時とか。結構最近知らない間に決まってて、なんか知らない間にみたいなことが多くなりました。そう、結構さ、今年好きになってくださった方も多くて、生誕 T シャツ持ってないって方も結構多いんですよ。来年買うねとか。なんで良かったですね、発売され。
ゆきちゃんありがとうございます。ハートもありがとうございます。なんとかチャンネル入るかな入るかな。そう、結構ね持ってないですって方多いんです。ハートありがとうございます。なのでぜひゲットしてください。でも結構早かったね。もう1月の誕生日の方が出てて、今日だってこの前エナさんの生誕祭したばっかりなのに。ひき肉入るかな。流行語大賞、ハートありがとうございます。そう、新しい方が増えたけど、やっぱいなくなる方もたくさんいらっしゃいます。あります。ハートありがとうございます。あ、ノミネートされてるんだ、ひき肉さん。え、そう、結構いなくなる人は分かりますね。あと、あ、好きじゃないんだろうな今っていう方も分かります。まあ、やっぱ波ありますから、人それぞれ好きじゃない。え、そう、なんか一応ひき肉さんでひき肉さん結構早いよね募集する。ハートありがとうございます。ミオとミキとリカでひき肉ですってやってる動画があるんですけど、どこにもあげるの忘れて今になっちゃった。でも宣言していなくなる方はいなかったです今までそう、なんかさ、いるって言うじゃん、よく。そんな方はいなかったですね。そう、 TikTok はね撮ってないんですけど、音源流行ってたよね、なんか。ハートありがとうございます。あの、知らない間にいなくなってるみんな別に怒ったりはしないけど、自分が悪いと思っちゃう。ハートありがとうございます。宣言してる場面後ろで見たことありますだってやっぱいるんだ。まだ出会ったことないや。お、今ミオタンブームいいですね。ベリーグッドです。まあ、めっちゃ気にしてはないというか、今好きでいてくれてる人を大切にしようと思って常に生きてるので、特にはって感じなんですけど。ハートありがとうございます。ユッキーありがとうございます。でも本当に優しいと思うの、ミオのことをしてくれてる人って。多分もっと幸せになれるのに
それでも押してくれてる人は優しい。ってスピンが言ってる。スピンが言ってます。ハートありがとうございます。そう、みんな多分もっと幸せになれる。違うアイドルを応援したらもっと幸せになれるけど、それでも応援してくれるの優しい。でスッピンが言ってる。あの本当にずっと思うんだよね。いつも思います。ほら、いい人しかいないもん今。今いい人しかいない。あの本当にね、いい人しかいないんです、私の花形。これはマジなんだけど、ハートありがとうございます。仲良くなるにはどうしたらいいですかって。でもトーク会とかは結構ラフな感じで喋ってるけど、てかトーク会ぐらいしかさ喋るところないじゃん。じゃんありがとうございます。まあ全部すっぴんが喋ってんなと思いながら聞いててもらえれば。あ、なんかすっぴんが喋ってるわみたいな。ありがとうございます。あと最近気づいたことがあって、ウィアーのウィアーグロイングアップって緑と黄緑のサイリウムが多いなって思うんですよ。なんでだろうって思ったら、この前のポートメッセのトーク会の時に気づいちゃったんですけど、隠れて会いに行きますって方が多くて、結構なんか K2 とかではサイリウム触れないけどウィアーなら触れるからっていう方が多いんですよ。そう、それに気づいた。だからウィアー多いんだと思って。多分鉄ナとか K2 になると多分そこに推しがいてサイリウムも触れないんだけど、ウィアーグロイングアップだとそう推しがいないから触れるっていう方が結構多くて、でミオわーいみたいな感じでいつも言ってるから、そうみんな隠れて会いに来ましたとか結構多いんですよ。そう、推しにバレないけどサイリウム触れるところが多分ウィアーグロイングアップ公演なの。それにこの前のポートメッセで初めて気づいて、あ、そういえばやたらと多いなと思って、ウィアーなら触れるんでって言ってる方やたら多いなと思って、いつも待ってるねって言ってるんですけど、なるほどね。じゃあウィアーずっと出とかないとだね。ミアがなくなったらみんなサイリウム触れなくなっちゃうよ。そう、一人でじわってた。あ、そういうことかみたいな、もうほぼ名探偵みたいな気持ちだった。そうだって、大体首から下げるやつあるじゃん、なんだっけあれ、上から下げるやつ、あの先輩の先輩のだったりするもん。いや行きますって方。そうそう、推しにバレないから振りに行きますねみたいな。ハートありがとうございます。やばい、図星の人いっぱいいる。この今ちょっとしか配信してない中でもやっぱいらっしゃるっていう。ありがとうございます。振ってくれるだけで嬉しいんですけど、でも
やっぱ DD の方でも大歓迎っていう感じですけど、やっぱタオヒちゃんは嬉しいですよね。やっぱりなんといってもタオヒちゃんはもちろん一番嬉しい。あ、タオシなのでその発想なかった。そう、そういう発想もあります。タオシちゃんは一番嬉しいですよ。昨日の前のことですね。あれいっぱいいるわ。このショールームだけでもいっぱいいるわ。そう、いろんな人がいます。先輩面推しが、どの先輩面推しが多いんだ。どうだろう、誰だろう。エゴさんとかですかね。エゴさんのファンが、ファンの方が多いのかもしれないですけど、シンプルにわかんない。ありがとうございます。楽しい予定だったのですが、もう楽しいじゃなく、ない人や、ない人の言い方よ。まあ予定は未定ですからね。ありがとうございます。あ、そうだって、なんか来年から押すねっていう方も多いですもん。やっぱり卒業された後に応援するねっていう方も結構いらっしゃいますね。ハートありがとうございます。ほらほらほら、エゴさんが出演したら宮田推しだって書いてあるでしょ。結構いらっしゃるんですよ。あと嬉しいのは、何年ぶりに公演来ましたっていう方とかで、自分の感想がついてたりすると嬉しいですよね。でもみよみき推しはいないかも。なんていうの、みよが好きでみよみき推しとか、みきが好きでみよみき推しっていう方はいっぱいいらっしゃるんですけど、みよみきを同じ量で推してる方はあんまりいないです。だるまちゃんありがとうございます。そう、推す予約タイプの方もいらっしゃいます。推す予約、うん、待ってるねっていつも言ってるけど、そう、マジ引っ越し予約。公園楽しいですよ、おすすめ。あ、みよみれ推しだって。ミレちゃん中学生だよ。 JC 推しってこと？ JC コンビってこと？明日の手伝出ます。最近手伝少ないよね、手伝自体が。あ、4年ぶりに入った声でミオタン見つけました。嬉しい。そう、そういう方も結構いらっしゃるから嬉しいよね。10期のギフトありがとうございます。
前髪切ってないです。今いい長さ、一番いい長さ。ハートありがとうございます。ぜひみよみき推しもしてください。11月の公演はどこまで出てるかな。18ぐらいまでは出てるかな。でもね、合同ライブがあるのでその期間は全然公演ないよね。みよた本当ありがとうございます。気づいたらみよちゃん推しになってました。そういうもんだよね、やっぱり。あ、ハロウィンくじで当てたギフトもらいました。だってもうもらえるっぽい。3人ぐらい当たった方受け取れるっぽいです。ハロウィンの思い出、ハッシュタグハロウィンの思い出。あ、すごっ、完璧。18日ぐらいまで出てるって。ジュッちゃんありがとうございます。ね、さっきみかんの剥き方が出てた。一応10時になったら教えてもらってもいいかな。ええかな、あかんかな。ハートありがとうございます。ありがとうございます。みんなも使っていこう、なんとかチャンネル。みよチャンネル。グラムグラムありがとうございます。そう、みんなお仕事の会議とかでも使えるし、何でも使えます。にゃんも使ってください。公式チャンネル、ワタチャンネル。明日鉄なで、明後日ビアです。で、日曜日は明けて、月曜日は時間がないです。やっぱニャンもハードルとかないですから、やっぱ使おうと思えば使えるですから、ぜひお仕事で活用してください。てか、どの公園に出てもミキがいるどれ出てもミキがいるんだけど。ありがとうございます。会議で使ってください。
ック業の方も接客で使ってください。お宅のニャンは見るに耐えないまあでも自由なんでしたっけ、なんとかの自由なんでしたっけ、多様性ですからやっぱり世の中どこでもミキっていうグッズ作れそうなぐらいには一緒に出てる。すべて本当だ、プレシャスも一緒になった。この前のプレシャスさ、途中までさローマ字で大阪って書いてんの書くことなくて、途中まで大阪って書いて I know I never be alone。 やば、ゴートライブまで10日ぐらいなの、やばすぎて。毎回違いとかね、何でもいいんですよ。で結構あやさんは今日何かこうみたいな感じで言ってて、なんか大阪って書いてみたローマ字で、しかも英語で。たこ焼きちゃんありがとうございます。初日はもうやっぱ気持ち的にもう余裕ないですから何も書いてなかったんですけど、めっちゃイキりながら大阪って書いて、何でもいいの、自由、表現の自由。明日雨なの？ショックすぎるかも。合同ライブ何時に終わるか分かりますか？ちょっと分からないんですけど、シーラの方でも19時からじゃないですか。結構遅いですね、多分終わるの。多分普通のコンサートの尺ぐらいありそうです、その短いやつじゃなくて。結構めっちゃ遠い方とかは厳しいかもですね。知らんで、やってないから、リハーサルやってないから知らんけど、予想では普通に流そうというか、いつも通りのコンサートの尺奏。マジで予想です、すいません、違ったらすいません。ミオの予想はコンサートぐらいかな。さすがにね、周年とかではないけど、チームコンサートとか、もうちょっと長いかな、分からん。結構多いですよ曲数、だいぶ結構長そうだなって。第一印象はあの結構危ない人は危なそうだな終電と思いました。19時帰るんだとね、名古屋だったら帰れるんじゃない、わからん、ごめん本当にわからんわ。ミオの第一印象、これはマジで。まあどっちかといえば余裕見た方がいいもんね、ギリギリよりは。みんな他のね48グループの方と絡んだことが全くなくて、ちょっともないの。そのなんか特別公演とかよりは全然長いですよ、セドリ。
そう、ミキと喋ったもん。結構なんかさ、遠い人はこれ帰れんくないみたいな。知らんけどね、ストーリー見た感じだと。まあまあ、名古屋は帰れるでしょ。じゃあ知らん知らん。でも終電さ、名古屋の22時とかでしょ。横浜行けんじゃない、知らんけど。さすがにね、さすがに若い子もいるでしょ、分からん。会場から遠いんかな。しね、東京よりは近いもんね、横浜だから。まあ何が起こるかわからないですからね。仲良くなった、まだ何にも始まってないので。多分お会いするのも1日とかだから、あんまり喋ることなさそうだ。そうだから、フォーテッドグループ全体のあのイベントとか MV とかめっちゃ憧れ。22時21分乗れそうじゃん。でもさ、終電取ってて悪いことはないよね。だって早くできるやん、時間乗り換え乗車変更できるし。まあ遠い方はね、ホテル取るか取らないかはちょっと悩ましいけど、名古屋ならね、帰れそうだね。まあ何があるか分からないですけど、あーそっか、名古屋に着いても名古屋からの電車もあるもん。悩ましいね。目安言ってほしいね、目安何時までとか。普通に知りたくない？ゆきちゃんありがとうございます。でも SKE は STU さんとね、非公式とかでなんかやってたりしますよね。ミキとか出てたもん。あ、22時になったって。ありがとうございます。まだ10時だよ、もうって言ってもらっていいかな。まだ10時だよって来て。ありがとうございます。これから帰らないよ、もうお家です。今お家にいます。夜はこれからだけど、配信はこれからじゃないね。みよたん、大阪行くときは近鉄が多いです。量で言うと一番多い。ありがとうございます。そう、明日の公演に備えます。近鉄の発音本場だって。マジ近鉄、近鉄ハート、ありがとうございます。そう、近鉄乗るときは絶対火の鳥で帰る。無理やり火の鳥の時間に合わせて火の鳥で帰ります。もう火の鳥に乗っちゃうと火の鳥しか乗れなくて、もうそう、普通のね、近鉄は乗らない。
と火の鳥乗ってます。火の鳥は初めて乗った日からずっと火の鳥に乗って、普通に火の鳥しか勝たんのだ。明日の公演もぜひ見てください。さゆりもありがとうございます。火の鳥とコラボしたい。あとありがとうございます。あ、髪型決まってなかった。まあでもユニットによってはできない髪型もあるから悩みます。悩んどきます。明日、じゃあサイリウム触れる方はぜひ緑と黄緑を振ってください。まあユニットとかもあるからね。ユニットで急に増えたりするサイリウム、これはマジ。いや、明日はね、K2 ね、みゆみきとふゆっぴさんもいたはず、多分ね。明日も楽しみます。ということで、見てくれてありがとうございました。でもユニットの時変えるのいいと思うけどね。だって推しいないのに振ってるよりは誰か振ってあげた方が元気出るんじゃないって思っちゃうけど。あ、今ゴードライブ申し込みました。ありがとうございます。素敵なコラボが見れるかもしれないですね。そう、ユニットで変えてくる人優しいなって思っちゃう。今日もありがとうにゃんでした。みんな疲れてると思うのでいっぱい寝てください。あ、最初から最後まで黄緑緑の方もありがとうね。めっちゃ嬉しいですね。確かに推し以外覚えてないよね。どっちも素敵、どっちも素敵です。みんな素敵。いっぱいご飯食べてください。ありがとうございました。バイバーイ。ハートもありがとうございます。ミラボールもありがとうございます。ハートありがとうございます。